な自然と多彩な観光スポットが集まる蒜山高原での美味しいもの探し。まだ雪の残る中、情報を求めて歩いていると、おすすめの食べ物とかってございませんか？蒜山といえば蒜山焼きそばなんですけど、B1 グランプリで1位をいただき、すごい。どんなものなんですか？まあ、普通の焼きそばってソース焼くじゃないですか。はい、味噌だれで焼くんですよ。うわ、美味しそう。ゆうゆうさんとか教えていただいた蒜山焼きそばのお店に早速取材交渉です。すいません、あの朝日放送テレビ旅サラダという番組の東です。はい、ありがとうございます。時間がね、はい、あのね、バタバタしてるんですよ。1時半ぐらいだったらちょっと着くかなと思います。わかりました。じゃあ1時半ごろにちょっとお伺いしてもよろしいですか？すいません、すいません、忙しいところありがとうございます。はい、はい、はい、わあ、よかった。でもめちゃくちゃ人気でお忙しそう。というわけで、空いた時間も無駄にはしません。さらなる情報を求めて歩いていると、声をかけてくれた男性が、すいません、洗車中にすいません、美味しいもんですか？美味しいもの、焼きそばなんかはもう皆さん行かれてますもんね。あ、焼きそば、そんな、ちょっとこの後焼きそば行こうと思っていて。まあ、焼きそば、ジンギスカンが。蒜山ってジンギスカン食べられるんですか？ジンギスカン有名です、昔から。有名、昔から。はい、焼肉大賞、国民休暇村。北海道出身の私にとっては気になる情報、取材交渉です。本日ですか？はい、少々お待ちください。あの、はい、ちょっと相談してみます。はい、あ、もしもし、あ、もしもし、あ、OK 出ました。OK 出ました。ありがとうございます。取材 OK いただきました。早速お店へ。あ、でもちょっといい香りもしてきました。こちらですね、蒜山大将ジンギスカン。かなり大きな小屋ですね。あ、こんにちは。こちらは創業から50年、蒜山で大人気のジンギスカン専門店です。ラミキになります。うわ、すっ、これは何前なんでしょうか？一応2人前になります。うわ、なんであの蒜山ってジンギスカン有名なんですか？ここが北海道の気候に似てるということで、はい、ジンギスカン入らせてみたらどうだということで持ってきたのがジンギスカンと。あ、そうだったんですね。昭和30年頃、観光開発に取り組んでいた当時の知事が流行らせたという蒜山高原のジンギスカン。タレに漬け込んでおくのではなく、特製の甘辛い醤油ベースのタレにつけていただきます。これです。おいしい。羊のお肉がでも柔らかくておいしいわ。いや、私北海道帰ってる？ここ北海道じゃないですよね。景色もなんか北海道みたい。めちゃくちゃ美味しい。バルバルですね。甘辛い醤油のピリッとした西のジンギスカンありですね。美味しい。こうやっちゃってさ。蒜山焼きそばをいただきにお店へ。うん、ありました、ここですね。ゆうゆうさん、うわ、また雰囲気良さそう。なんか唐揚げもグランプリ受賞してる。西日本醤油タレ部門で金賞受賞されてますよ。どういうこと？こんにちは、はじめまして、こんにちは。よろしくお願いします。来ちゃいました、蒜山。本当に嬉しいです。待ってました。ちょっと蒜山焼きそばが美味しいって聞いたんですけども、はいはい、唐揚げもなんか美味しそうですね。ぜひ一緒に召し上がっていただいて。というわけで、蒜山焼きそばと唐揚げをいただきます。こちら蒜山の焼きそばでございます。お好みで一味をかけて召し上がってください。一味。はい。で、こちらが唐揚げですね。ひたきれになります。え、大きくないですか？私の知ってるのと違う。はい、まずいただくのは、味噌だれで炒め、鶏肉を使うのが特徴の蒜山焼きそば。
こちらのお店も加盟している蒜山焼きそばの会が開発した B1 グランプリ優勝の味です。いただきます。うまっ。すっごく味噌の味が濃くて、この味噌の味と塩加減とかちょうどいい。美味しいです大将。ありがとうございます。これもう優勝ですね。ありがとうございます。続いてはこちらのお店が開発した唐揚げグランプリ西日本醤油だれ部門優勝の味です。うーん、うまっ。新しいやつですね。ジュワウマですか。ジュワウマ。ありがとうございます。なんかお肉自体も本当に柔らかくて美味しいですよね。ちょっとこう爽やかな香りもします。はい、何をしてらっしゃるんですか。愛情を込めてます。愛情。それ以外はちょっと秘密にさせていただきます。なるほど、そうなんです。ただの醤油唐揚げではないです。めっちゃ美味しい。続いてこちらの観光協会で有力情報が。蒜山ではですね、はい、ジャージー牛という牛を飼育してるんですけれども、はい、ね、蒜山のジャージーランドというところがありまして、ジャージーのミルクを使ったチーズフォンデュですとか。チーズフォンデュ美味しそうですね。これですよね。選べない。いいな。美味しそう。早速取材交渉してみると。あ、取材ですね。あ、ありがとうございます。突然本当すいません。はい、こう行き当たりばったりなんです本当に。はいはい、ぜひ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか。はいはいはい。ありがとうございます。取材 OK いただきました。また大きな建物です。蒜山ジャージーランド。すごい立派なガラス張りになってておしゃれです。あ、手振ってくださってる。すごい、ありがとうございます。うん、敷地内で飼育しているおよそ500頭のジャージー牛から取れた牛乳を使い、さまざまな乳製品を製造販売しているこちらのお店、レストランで人気ナンバーワンだというチーズフォンデュをいただきます。ガセルゴーダチーズを使用しております。ちょっと美味しそう。ジャージー牛のゴーダチーズを 100% 使用したチーズフォンデュ、甘い香りが広がります。綺麗な色。うん、そうなんですよ。チーズがとっても香りも高くて、ミルクの甘み、素材のうまさがもうギュッとしてます。ジャージー牛のソーセージ、これもう 何入れても美味しいです。うん、ソーセージもとっても香りがいいです。そして最後の締めは 100% のジャージー牛乳で。おはようございます。うまい。コクが深いわ。それでいてふわっと甘みがあって、香りがもうパッと広がって、これは美味しい。というわけで今回見つけた5つのコレうま商品の中からプレゼントに選んだのはジンギスカンとジャージー牛乳です。